和楽器マンと鈴原優子の日本が好きになっちゃうラジオ。皆さんご機嫌いかがでしょうか。和楽器バンドボーカルの鈴原優子です。今日も始まりました日本が好きになっちゃうラジオ。今週も楽しくお送りしていきたいと思います。さて、いよいよ2021年も終わりということで、今年を振り返るとですね、私自身も新しい挑戦がたくさんあった年でした。コロナ禍ということだったんですけれども、過去最大級のですね全国ツアー30カ所回るというものも、初挑戦となりました。でそれからアニメの声優にもチャレンジさせていただきまして、オープニング曲をですね、ソロで歌わせていただいたりですとか、最近の新しいお仕事としては番組のナレーションをするようになりました。私何せ茨城県出身ですから、ナチュラルに、ちょっとでも気を抜くとすぐなまっちゃうので、非常にそこがですね、ナレーションの場合はシビアで、あとはですね何気に、サシスセソとかよりもタチツテトが私は苦手なんだということに気づきがありまして、まず、その番組ねプロレスとかをご紹介したりするんですけど、進出って言えないんですよ。なかなか進出っていうのは絶対いつも、噛んでしまうというような、そんなことが気づきにあったりですとか、そして私、リトミュージックさんがボーカルマガジンを始めまして、その中でコラムを書かせていただいております。ボーカル目指す人はもちろんのこと、カラオケが大好きな人、それからスザンヌ優子にちょっと興味を持ってくださっている方ですとか、音楽が好きな方、幅広く楽しんでいただけるような内容になっています。過去の自分自身の経験を掘り下げたりですとか、最近のことに触れながらですとか、盛りだくさんでお届けしていきたいと思っております。月1回ペースぐらいで、ずっと続いていきますので、ぜひホームページチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。それでは今日はですね、この後和楽器バンドの、メンバーから2人来てもらいます。琴の胃袋教師と尺八の神永大輔ということで、仲良し3人組で、思いっきり盛り上げて楽しんでいきたいと思います。今日の1曲目参りましょう。和楽器バンドで月影舞か。和楽器バンドで月影舞かでした。和楽器バンド
きになっちゃうラジオ、和楽器バンドボーカルの鈴花優子がお送りしております。さて今日もですね、和楽器バンドから2人に、助っ人に来てもらっております。自己紹介どうぞ。尺八神永大輔です。よろしくお願いします。はいはい。続きまして、はい、和楽器バンド琴の胃袋清志です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあかなり、まったりの3人組が揃ったわけですけれども、これは3時間コースですか？和楽器バンドのメンバーでもありますけれども、はい、和楽器バンドに先に組んだ3人組のユニット、はい、花風月というのも、3人でやっておりまして、はいはいはい、世界一まったりと言われても過言ではないぐらいな、そんなユニットですけれども、そうですね、番組向けに真面目になりすぎないように程よくほぐして楽しんでくださいよ、ダイさん。特に何なんですか？だってダイさんもシャツに黄色いシミついちゃってるね、カレーの。なんか今日ダイさん派手なシャツ着てきてるんですよ、皆さん。ラジオだと視覚的な情報が見せられないのが残念なんですけども、はい、視力検査をするかのような、はい、そんなシャツを着てきてる。あれだよね、昔の小学校にあったさ、全部の視力検査の大きさが書いてあるボードの上に第三の顔を乗っけたら今日の第三だよね。そんな感じですね。とりあえず優子さん向き合ってるんで、これどっちですか？右空いてる。じゃあこっちは右。あ、これそうそうですね。あ、だいぶ視力いいですね。気になった方はね、ぜひツイッターを見てみてください。よろしくお願いします。、はい、さて今日なんですけど、 お話ししていくテーマが人と違ったマイルールということで、みんなやってると思ってたんだけど、もしかして僕だけみたいな、うん、マイルールありますかね。験担ぎでやることだったり、本番前のルーティーンだったり、いろいろありそうですね、毎朝やってることとか、なんかあるいはお互いに何それ、なんでいつもやってんのみたいな指摘でもいいんですけど、ありますか？難しいな、僕最もルールから遠い人間だから。いや俺知ってるよ、大さん、電話中は歩き回る。あ、そう、それはね、ルールっていうかただの癖ですね。癖ですよ、ルーティンじゃないです。マイルールでしょ？ルーティンじゃない、無意識、うん、無意識無意識。もうね、たまにね、はっってなる。そう、どっか行っちゃうのかなって思う。いや大丈夫です、ずっと同じところね、八の字描きながら歩く。あ、尺八だから。たまにね、その真ん中に行っちゃうとね、すっごい嫌なの。その近辺をずっと歩かれるんだよね。そうそうそう。で僕はそれを追っかけて八の字を崩すのが好きなんです。たまに追いかけっこしてるよね。で、ダイさん追いかけられることに気づいてなくて、ただ焦ってる顔して電話してますよ。あ、そうですね、もう目の前に必死なんで、はい、まあ、電話するときか、あとは歯磨いてるときとかね、だいたいずっと同じとこうろうろしてますね。そうね、全国ツアーの楽屋でもずっとうろうろしてました、はい、それはでもマイルールじゃないです。あ、ルールじゃないんだね。うんうん、私あれですよ、寝る前、うん、スマホのアプリのゲームで麻雀して1位取るまでは寝ないっていう決まりで毎日やってます。それもルールなんですか？毎日やってます。でもそれ毎日寝てるってことは毎回1位を取ってるってことですよね。そうです。すごい、麻雀巧者ですよ。大体麻雀分かる人は半チャンって言ったら分かると思うんですけど、半チャンで勝負が決まるやつでやるんですけど、もう1回目で1位取れちゃうと物足りなくてもう1回やるんですよ。もうルールじゃないじゃないそうすると4位になったらクッって思ってもう1回1位取るまではやっちゃうんですよ。やめられなくなるやつだね、絶対。割と、うん、そう、でも毎晩やってます。大学生みたいな表情してますね。毎晩私の中ではルーティーンですか？うん、はい、いや、胃袋さんはルーティーン多そうですね。僕ね、ルーティーンっていうか明確なマイルールがあって、うん、僕ね、お風呂でね、上から順番に洗っていかないという話なんですよ。ああ、それは一緒だよ。そういうのあるね。うんうん、それは私洗う順番人によってね。体洗っちゃったら頭洗うのすごいめんどくさい。はあ、でも最後は私顔です。あ、僕ね、初め顔なんですよ。ああ、シャンプーついちゃうよ。シャンプーはつかないの。分かんない上手だから。そんなマイルール分かんないわ。あと納豆の食べ方はマイルールがあります。はい、最初にかき混ぜます。ああ、僕も全部入れちゃう、ね、その後にからし、タレの順で。その方がいい、正式だというのは聞いたことあるけど、かけちゃうな僕も。そう、なんかやっぱりちょっと緩かったりするんですよ。でもだって第三なんてあれだよ、もうすごい生卵とかいろいろ入れてさ、すごいゆるゆるのところにご飯も入れて、そう、ね、すごいなんか水分多めっていうかぐしょぐしょの納豆、焼く前のもんじゃ焼きみたいな。邪道ですね。邪道でなんですかね。まあなんかでも人によって好みがあると思うんですけど、そうですね、マイルールか、うん、僕ね、あとね、ライブの後、うん、今年コロナ禍で、うん、なかなか打ち上げとかなかったじゃないですか、うんうんうん、そこで分かったのがライブ後にビールを飲まないと気が済まない体になってたなっていうのは、これは自分の中でもうルールになってるなってのは思いました。なんか一人でとりあえず一杯は飲むんだ。そう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 、そうじゃないとね、眠れないの本当に。あ、私もマイルールあります。そしたら、うん、ライブの後の、うん、ワンカップの、うん、日本酒と、うん、
アラジオを買ってきて風呂に、うん、風呂に入れて、あ、風呂に入れるね、びっくりした、飲むかと思って塩をつまみに日本酒飲み始めたらもうだいぶやばいよそれがルーティーンはかなりいいよね、うん、浄化するんですよあの、なんだバスソルトとか、まあ、それは外から浄化するか、うちから消化だね私あのあんまりそんなお酒飲まないので、うんうん、そういうお風呂に入るルーティーンはありましたね。なるほど、はい、さあということでどん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 出てきそうですけれども、はいはい、後半はですね、リスナーの皆様からのマイルールのメッセージをご紹介していきたいと思います。たくさん届いているので、ちょっと今日面白いですよ。楽しみです。はい、ではここで1曲お聴きいただきましょう。和楽器バンド、今ですね NHK E テレアニメ哀れ名作くんの主題歌をやらせていただいております新曲なんですけれども、あの名作ジャーニーという曲なんですが、実はですね名作くんたちがですね歌ってみたを YouTube に上げてくれてたんですよ、うんうんうん、でそれもかなり面白くてちょっとネタ混じりなんで、あの声優さんがお笑い芸人さんたちがやってるアニメなんで、そう大人も楽しめる内容となっておりますのでチェックしてみてください。それではお聴きください。和楽器バンドで名作ジャーニー。そう踊れや歌え。お届けいたしましたのは和楽器バンドで名作ジャーニーでした。さてここでお知らせです。和楽器バンド1月9日日本武道館にて、和楽器バンド大新年会2022、野草見聞録が開催されます。新年早々ですけれども、今年をまず和楽器バンドでスタートしてみてはいかがでしょうか。詳しくはホームページをご覧ください。そして私鈴花優子なんですけれども、アベバ TV ユニバースバイブルという番組にてナレーションを担当させていただいております。ナレーションとしてはですね初の挑戦なんですけれども、レイザーラモン HG さんなどが天の声としても出演されていたりします。なので私もナレーションでいきなりあの淡々と喋ってるのにフォーとかせいせいとか台本にあって言うシーンがあったりですとか、あのそろそろ私も慣れてまいりました。プロレスを一から学びたい初心者ガールズ3人によるプロレスの魅力が分かる30分番組となっております。ご覧ください。そして私リットンミュージックさんのボーカルマガジンにてコラムも書かせていただいております。こちらカラオケ好きでもボーカリストを目指している方でも楽しめる内容となっておりますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。日本が好きになっちゃうラジオからのお知らせです。メッセージ、アンケート回答は番組公式ツイッターから参加してください。アカウントは鈴花アンダーバージャパン、番組ハッシュタグは鈴花ジャパン、そしてアフタートークは無料アプリオーディからダウンロードして楽しんでください。和楽器バンド鈴花ゆうの日本が好きになっちゃうラジオ。和楽器バンド鈴花優子がお送りしております。日本が好きになっちゃうラジオ。和楽器バンドのメンバーから琴の井袋清と尺八の神永大輔と3人で花不月メンバーとしてもやっている3人でお送りしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ後半もいきますよ。はい、番組前半では私たちのマイルールについてお話してまいりましたが、うんうんうん、ここからはリスナーの皆さんからもたくさん届いた、あれ自分だけ人と違ったマイルールをご紹介していきたいと思います。なんかたくさん来てるんですけれども、今回ですね、ご紹介させていただいた方には全員に、番組オリジナルステッカー、私が描いた、イラストなんですけども、それにですね3人が、サインを書いて、プレゼントしたいと思いますので、はい、ここからはですね皆さん気になった方を紹介していきましょうか。はいはい、どっちからいきますか。じゃあ第3からいきますか。はい、僕ですね、いろいろ皆さんのマイルール見て、うん、ああなるほどな、分かるなっていうのが多かったんですけど、はい、これだけはどうしても分からない方がいらっしゃって、はいはい、ちょっとご紹介したいと思います。はい、ラジオネームまゆみさん、ありがとうございます。はいはいはい、ありがとうございます。
私だけなのかな、コンビニのおにぎりを開封する前に手で挟んでぺしゃんこにしてから食べますこれはもうマイルールですか、毎回ぺしゃんこにしてるわけですよね。そうだね。どういう気持ちからこれをしたいの。確かに読み取れないね。あのね、情報が少なすぎるんですよ、マイルさん、うん、おせんべいみたいにしたいとか、ギュッとした感じが好きとか。だってさ、海苔がバリバリになっちゃうじゃん、うん、てか海苔からはみ出しちゃうでしょ。まあふわふわのね、お米が美味しいっていうところに多分こだわってコンビニエンスストアさんを作ってる可能性があるので、 その隙間が許せないんだろうねそうなのか、ギュッとギュッとしてないと。いや、これはマイルールですね。気になりました。え、清はこれ僕ね、やってみようかなって思ったのがあったんですよ、うん、夏木さん、ありがとうございます。ありがとうございます。小学生の頃からやっています。生のピーマンのヘタと種を取り、はい、コップ代わりにして冷たい水を入れて飲むと、まるで森の中で美味しい湧き水を飲んでいる感覚になります。本当に誰にも共感いただけないけど、4歳の娘からは唯一、おいしい森の水だと共感を得られました。みんなやってないんですかやんないよねでもなんか頭の中で想像すると森の水の味しそうだなと思ってあのね、私ピーマン大好きなんですよ、うんうん、ピーマンだけ生でバリバリ食べれるぐらい。生美味しいよね。美味しいよね、うん、ただ水は入れたことないね。だあれですよ、今日から家のコップ立てにピーマンを4つぐらい逆さにして、うん、冷たい水をキュッて飲むと、うん、湧き水を飲んでる気分になる。なんかそれやるたびに夏希ちゃんのこと思い出しそう夏希ちゃんやってんだな娘とみたいな、うん、これ初めて聞いたんですよね。ね、なんかもう少しいらっしゃいますか。じゃあね、僕ね、共感できるやつもう一個紹介しましょうかね、うん、はい。これはミオルさんなのかな、ミオリュウさんなのかな、うん、ありがとうございます。寝る前に必ずホラーゲーム実況を見て寝る。これを友達に話すとおかしいと言われますが、意外と寝れるのです、うん、あ、これ僕ホラーゲーム実況の時もあったんですけど、うんうんうん、あの稲川淳二さんを寝る時に必ずかけてる時があって、はい、寝れるんですよね完全に一致してますよねこれはもうそうですねあのさ、花風月ってさ、もともとさ、まだデビューする前とか、はい、活動してる時にお金ないから一緒の部屋でさ、で、ね、みんなで3人泊まったりしてじゃない、はい、あの温泉旅館のところとかに、うん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 、でさ、清がさ、そういうの聞いてるとさ、寝ちゃってさ、残されたのずっと聞かされるよね。そうね、ずっと流れてる。あのね、淳二さんのやつはね、大体ね、うん、2時間とかでこう区切られて乗ってることが多いので2時間かかりっぱなしなんでそっと地ですよこっちは。そーっと言って、だって僕大体あれもう1話聞き終わる前に寝ちゃうんで早っじゃあ私もう一方、はい、これは共感です。おう、ラジオネームいくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。外出先から帰宅したらすぐさま靴下を脱いで洗濯機へ。家の中では素足じゃないと気持ち悪く、そんな私を見ているからか子供たちもみんな帰宅すると裸足になります。めっちゃわかるんです私。あの一番最初に靴下脱ぎます。なぜならあの何か密着してるのが嫌なんで、私マスクとかも苦手なんですよもともと。だから帽子とかマフラーとか手袋とかももともとは苦手で、あとはどんなに寒くてもどんなに冷えてても家の中では裸足でいたくて。へえ、これ床にもよるんじゃないですか。で実は実家がオール絨毯の家なんですよ、もともと。それ猫バスみたいですオール絨毯だったんですよ、うん、で生活の中でまずスリッパ履くと滑るので基本的には裸足だったんですよ、オール絨毯で。で私あの父が、亡くなった父が建築家だったんで、うんうん、父が設計した家で、うんうん、そうこだわりだったんですよ、オール絨毯が。それはお父さんももしかしたらもともと家で裸足になる人だったのかも。ああね、なんかそういう方がいいみたいなだって階段まで絨毯で、うん、家の中の、うん、なんかそう、あ、私は裸足癖がついてます、うん。なるほど。僕逆にあれですよ、家とかはもうゴムマットとか敷いてオール靴、欧米形式でしょ。そういう人いる、そういう人いる。あの尺八の中村まさきそうだよねえ、そんなことないでしょ。家行ったらだってスニーカー履いてたよ、家で一緒に行ったじゃん。 あれは部屋履きでしょ。あ、そう。あ、まあ、部屋履き、部屋履きはちょっと面倒くさいんだけど、いつでも外に逃げ出せる準備をしてるとか、そういう感じだ、ね、だし普通に運動靴履いてんの部屋の中で。うん、走り、それかまあ鳴らしてたの、彼変な子だからさそれ鳴らしてたのかもしれないけどまあね、いろいろありますねやっぱり、うん、あのまだまだあるので紹介しきれなかったので、アフタートークの方でも紹介していきたいと思いますので、はい、ぜひ、無料アプリオーディでお聞きいただけますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで今日はご紹介いただいた4名の方にサイン入りでステッカーをお届けしたいと思います。ツイッターダイレクトメッセージをスタッフからお送りしておりますので、お見逃しなく。それでは今日のラストナンバー参りましょう。和楽器バンドで千本桜。
千本桜和楽器バンド鈴花優子の日本が好きになっちゃうラジオ、いかがでしたでしょうか。今日は琴、胃袋清と尺八、神永大輔と3人のメンバーでお届けしました。さあ、あの1月9日は日本武道館で私たちのライブありますけれども、はい、意気込みはどうですか、大さん。はい、日本武道館和楽器バンドでこれまで何度かやってきてますけど、うん、本当にいい会場なので、うん、またやれるってことがすごく楽しみなんですね。そうですね、2021年も武道館 2days から始まり、はい、はい、今回で3回目なのかな、うんうんうん、
ワンマンはね。そう、あとは今回あの結構デビュー当時の曲とか、うんうんうん、懐かしい曲もたくさん演奏するので、ね、思いっきりそういう意味では安心してパフォーマンスできるというか、うん、暴れられるなっていうところで楽しみなライブです、うん、じゃあキヨシはリハーサルしててどうですか今心境などは。リハーサルをしててなんかあれなんですよ、すごく久しぶりに弾く曲もあったんですけど、ね、なんか思ったのはあれちょっと僕上手くなったかもって思ったんですよね。あ、同じ曲やってもね、そう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 、あの昔に比べてあ手の運びが滑らかになってる、もうちょっと差違いなんですよ。そんなこと思いながらリハしてたんですね。そう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 、昔の曲もね昔よりもいいクオリティで今年は皆様にね聴いていただけると思うので、大注目ですね。僕たちの成長を感じてもらうライブということでそう、一文字違うぞとぜひ楽しんでいただければ。お強気ですねはい、あの絶賛、1月9日に向けて準備中なんですけれども私たちの、ファンのそうなんですが老若男女本当にいろんな方がいらっしゃいます。そこが和楽器バンドの特徴なのかなというふうに思うんですけれども、ぜひ一度チェックしてみていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日は2人ともありがとうございました。ありがとうございました。この後はアフタートークもよろしくお願いします。それではまた次回、お相手は和楽器バンド鈴花優子でした。